ーカップ第2戦が、10日女子のショートプログラムが、行われました。まずは結果から。ワリエは、85.10、ウサチョは、80.39、ブルソは、75.77、クロロは、68.76、コンスタンティノは、67.10、シュリスカヤ、58.97、オニシェンコ、57.56、タララエキナ、56.72、シドロは、54.67、彼は、47.38、ドボラ、44.60。女子王国ロシアの国内競技会が第2戦を迎え、昨季ジュニア世界2冠の14歳、カミラ・ワリエワが、85.10点で首位発進した。冒頭の3回転フリップに続いてダブルアクセルも決め、最後は3回転ルッツ3回転トーループの連続ジャンプに成功。水色と青の衣装で華麗に舞うという観客の場内から歓声が上がり、スピン、ステップも最高評価のレベル4を獲得し、拍手の中でフィニッシュした。演技終了の瞬間、指導するエテリ・ブトベリゼ、コーチも大きくうなずき、笑顔で出迎えた。観客の祝福に手を振りながらキス、アンド、くらいで得点を待ち、出たスコアは85.10。冷静に受けやめたが、国際スケート連盟非公認ながら、アヨーナ、コストルナヤが昨季グランプリファイナルで記録した。ショートプログラムの世界記録、85.45点に、あと、0.35点という高得点を叩き出した。2位は、昨季の世界ジュニア選手権でワリエワに次ぐ、2位だったダリア、ウサチョワの80.39点、17、18年に世界ジュニア選手権を2連覇した、アレクサンドラ、トルソワが75.77点で続いた、今季初戦として出場を予定していた、18年ピョンチャンオリンピック銀メダリストの、エフゲニア、メドベージェワは背中の痛みで欠場した。国内ロシア杯は12月まで前後戦を行い、各選手が2大会に出場。上位成績者が国内王者を争うロシア選手権の出場権を得る。9月の第1戦は、昨シーズンの国内女王、アンナ・シェルバコワ、16、が制した。演技前のインタビューでワリエワは、このリンクでシニアのテススケに出たのが助けとなった。正直に言うとデビュー戦だと考えないように頑張っていた。自分のプログラムに集中した。テススケの血は普段通り先生たちとプログラムに磨きをかけた。ショートプログラムについて、ワリエワは、ショートは新しいプログラム。テススケの時よりもっと感じることができたと言える。カゴの鳥をテーマにしたもので、自由を求めて逃げ出し、空高く舞い上がり飛ぶことを夢見ていて、最後にはその通りになる。この表現を意識した。この試合に向けて私は準備してきた。毎日練習プログラム、ジャンプに磨きをかけ、滑り込んだ。滑りには満足していますし、いつも言うように、練習あるのに、です。2位に入ったウサチョワは、8月のテススケはジアで滑ったが自分をシニアで試したかった。正直に言うと自分を大人の人間だと認識している。試合には普段通り準備した。投資で滑り、要素の練習をし、磨き上げた。感覚的にはもっとよく滑れた。これがベストではないが、まだ始まったばかり。3位のプルソワのコメントはちょっと見当たらなかったですが、トリプルアクセル飛び切った割には点数が伸びなかったな、という感じですかね。でも動きに滑らかさを以前より感じました。トリプルアクセルも高さが豪快。もう次からはジョージ入れてくる感じなんでしょうね。